はい、今日もやっていきましょう。豆腐メンタル。結構なんか豆腐メンタルとかこんにゃくメンタルとか言う人いますよね。相手のパーティーが、傲慢、ニンフィア、武神、ヒードラン、パルシェン、ナットレってことで、パルシェンか。こっちの口とめっちゃ通ってますね。だからドランが来そう。口とラティ何かかな。口とラティオス。ワンチャンクッションでニョートのありか。ですね。相手の武士にはめっちゃ熱い戦出だし、ナットは口とで殺すしかない。あ、けどアローマリかな。ドラン来そうだね、でも。ドランに熱くするっていう意味ではニョートの方がいいんですよね。腐る可能性もありますが、ニョートロンを信じた方がいい気がする。それかトノラグ、いやートノラグが微妙だな。これでいってみますか。いやちょっとクチートに役割が集中しそうだから、あんまり良くなかったかもしれないこの選出は。ただ他のパターンがあんま思いつかない。ドランが間違いなく来るからな。まず間違いなくね、初手もあり得るぐらいじゃない。ニンフィア、これはまあいいかな。ニンフィアタイムは舐めたことできないからな。舐めたことできないが、どうしよう。殴りますか、素直にこのターンは。あー、やっぱ突っ張ってきたか。一発だと耐えるんで、何撃たれても。ここはドラン読みの行動する読みの何かかな。敗北。敗北タイプ相性ご存知ない。強っ。強っ。じゃれつく。アンパン。つえー、これ、マンダのなんちゃら圏内入った説あるな。ドラン、あ、ドラマいるのか。ドラマいるんですね、普通に。ラストなんだろうね。まあ、ここに元投げていきますか。今んとこ雨重そうだから、ナットレーか。でもそんなパワーのない選出あるかな。いや、でも、これマンダだったらさすがに雨重すぎだよね、選出的に。うん、ラグラージ全壊されるんじゃん、こんな選出だったら。どうなんだろう。鬼 B、はい、当たらない、まあ、当たったところでって感じですよ。そしてクッション役なんで、このビデオ歌っとくか。ここ磨いとかの可能性あるし、引いてきたラストが見れますね。ナットレイじゃないかな。あ、ナットだ。やっぱりこれはもうだいぶ有利なはず。滅びの歌、で、ここは守るでいいですね。で、守る。戦士はドンピシャだったな。で、インフィア突破した。パワーウィップ、なるほどね。じゃあ、ここは、熱湯していきますか。パワーウィップで脱出して、抱き出して、闇の連打ですね。ドラに闇のりが当たるんで、ウィップ。これで脱出して、で、ナット突っ張ってきたらナットあの滅びで死んじゃうし、これ、ハチマキっぽいパワーだな。ハチマキじゃないか、こいつ。ここでラティダシの妙連打が刺さるはず。ハチマキだよな、この火力は。おそらく1になったら、こうやって引かなきゃいけないでしょ。これ雨なみよりが入るとどっちか一匹を失わなきゃいけないはず。さあどうする。無理だろ、もうこれ雨なみよりですよ。なめんなよ、ラティのパワーを。あ、でも穏やかだったら耐えてくるかな。吹き飛ばせ闇のり。いやあ、え、地味に落ちてないけど、まあまあまあ十分のダメージですね。ナットがあって、ハチマキで間違いないと思うから回復手段ないし、ギリ耐えてきたか。腹立つな。引いてきた。はい、ナットでいい。で、波乗り。ラキのなんか後でゴリ押すな気がするんだよな、正直。いや、それはでもやりすぎ、言いすぎか。ここはニョロットのですね。ドランバックもあり得るっちゃあり得る場面だし、リップは素直に打ってこない気がするけど、どうだろうな。クチートに通る技だから地ならしとか押してきそうな気がするけど、叩きとか、あと叩きは通んないから、でもクチートに。どうだろう、普通にリップ打ってくるかな。それか、あ、ジャイロもあるか。ジャイロか。あ、ジャイロですね。耐えたな。ネットで削っていけばいいですね。滅び読みドランとかしてこないよね。
行ったら美味しいし、開けなくてもいいダメージが入るんで。あれ、鉢巻きじゃない。鉢巻きじゃなかったでござる。なかったでござるよ。なんだかな、落ち物。なんか好きパワーあったような気がしたけど。あ、さすがに鉢巻きだったら落ちるか、ワンパンで。そのが、いや、どうなんだろう、わかんないな。ボツ目、いやー、どうだろう、畑落とします。これで見れますね。柔らかいよな、やっぱちょっと。柔らかい気がする。あ、ゴツメか。なんだ、ゴツメか。チャイドボール。まあ、これ、やってる波折れなら勝ちなはずなんで。ですね。ここまで削ればさすがに落ちるかな。波折り以外の技を打つ理由ないよね。一応エスパー技でも、いや、波折りでいいな、ここ。雨も降ってるし。波乗りまーす。子さん、はい、対戦ありがとうございました。まあ、戦術が完全に噛み合ってましたね。ただ、マンダは来ないとは思わなかったな。ああ、間違えた。自分のパーティーのキャップを間違えました。素人なんで。許してください、素人なんで。はい。ただ、右3体戦術はなかなかこっちのクチュートが辛そうな感じがしましたね。うちのクチュート、まあ、打たなかったけど、炎の牙を持ってたんで、普通にナットは殺せるんですよね。まあ、でも確かに炎の牙持ってなかった場合、ナットの処理に時間かかるし、ボツ目ナットってこと考えたら、まあ、楽はないっていう感じですかね。はじめまして、こんにちは。はい、こんにちは。エイドがちょっとずつ回復してきたな。失った尊厳を取り戻しつつありますね。お相手のパーティーが、ポリクチカ、クチートポリツ、サザンドラ、ラグラージ、ゲンガー、キノガッサということで、こっちのアローが結構刺さってるか。アローとのラグでいいんじゃないかな、これ。あー、でもあれか、相手のポリツをもためか。いや、でも、HDR だったら勝てるはず、基本的には。いやー、これどうだろう、アローとのラグ。やってやれないことはないけど、結局、ガッサが重たいんですよね。いや、でも、まだ全然雨選手やってないもん、このパーティー。雨パーとか行って組んだのに。一回も出してなくね、雨。二本出したけど、ラグラージ。いいや。この回でも雨卒業するっていう強い意志を込めて、あんま刺さってないけど、雨選手できます。プレイングでカバーします、なんとか。まあ、ガッサ来なかったら刺さるしね。サザンドラとか ランドロス。まあ、ニョントノじゃなくてラグラージで勝てなくもないんで。そうですね。ガッサが結局重たいんだよな。ただ、まあ、アロージャローダラティオスって見て出してくるかって話ですね。まあ、出てきますね、多分。相手雨が重くなかったら出てこないけど、重いからな、結構。出さざるを得ないと思う。まあ、ごまかすために、ポリツーとかゲンガーとかでごまかしてくるかもしれないけどね。サザンドーラー、はい。ここはまだわかんないんで、鬼火で。アクハー、はい。使わんかな。わかんな、鬼火。メガネっぽいかな、使ったら半分も入んないし、多分。おそらくメガネ。ここはニョロトロに引いていきますか。いや、これどうだろう、相手読んでくるかな、クチートバックを。よいしょ、引いてはいないよ、オッケー。メガネだよな、多分。ここにノートン出す。ダクの波動を、はい。守るか、タクなんですよね、ここ。いや、でもここ相手ガッサーばっかできないと思うんだよな。このまま殴ること考えたら。だから、ここは一回守ります。いや、けども稼げるし、アクハ食らいたくない。いや、でも結局アクハ食らっちゃうかな。まあ、いや、一回守ってみよう。ここは多分引いてこないと思う。で、ここガッサーに引いちゃった場合に普通に2発でね、殴り殺される可能性だから、ガッサーにはとりあえず引いてこない。引くとしてもポリゴン、うん、やっぱ引いてこないですね。ただ、レイパンで落ちるか怪しい剣なんだな、おにぎりやけどが入ったとしても。で、守る、はい、雨滝登りプラスレイパンで確か落ちるんですよね。そう考えると、うわ、微妙な HP だな、これ。まあ、でもレイパン打ちますか。あんちゃんここで引くはあるかな。ただ残したいっちゃ残したいかもしれない。では、ただうちのラグラージは耐久売ってるんで、ただのメガネ流星群まで耐えません。考えてらっしゃるな、相手の方。
サザンから来たから引いてきたか。このレイプは多分ポリ口じゃないか。裏口と、あ、これ口と、マジか。え、それをやる気、もしかして自信読みサザンドラやる気か、もしやこやつやる気か。で冷凍パンチ急所、おいしい。でもここは自信でいいかな、素直にやってくるかもしれないけど、まあその場合もう一回目展開すればいいしね。あ、突っ張ってきたか。ってことは不意打ちかな、不意打ちか普通に殴るかですね。だからここ割と不意ちゃんってな気がすんな。仮に滝登りとか打った場合って、あ、でも陣通るか。これさすがに落ちるんじゃない、レイパン入ったし、格が入ったとは言ってもダメだよ。 A150 をオッケー、よく落としてくれた。急所急所丸出しですね、丸出しですね。このクチートはちょっと噛みましたね。でクチート倒した、ガッサかであれば、これやるべきことはレイパンだな。こいつをアローの圏内に入れることが大事。ガンプやっぱね、アロー読みしてくるよね、分かってんだよそれは。読めてますからね、そんな全部。あまり俺をなめるなよ。よし、ここで二本飛び出していいですね。ここは奉仕飛んでくる可能性高いんですけど、まあ二本飛んでいいですね。もう一回目展開すれば、まあほぼ勝ちだしな。そもそもアローのブレバレンダで勝てるまであるし、もうまあ、サザンドラが怪しいけど、サザンの前では一回羽休みして時間稼いでブレバ打てばいいから、とりあえずいけると思います。もう一回ガンプをして引きそうな気がしないでもないけど、ここでも方針安定か？あ、方針だね。方針ガンプ、多分積み技はないと思う、このガッサには。方針連打かな？それがガンプかサザンバックかわかりませんが、サザンバックはしてこないか。サザン多分フル型だもんね。だから何にしても妹も絶対殺しちゃうから、相手からしたらこのアメタン稼ぎたいはずなんですよね。だからここはアメタンを稼ぐ行動を取ってくるはず。ただこっちのアローバックとかも考えたら、安易にガンプとか押せないし、うん、わかんないあー、ガンプ押してくるか、押してくれないか妹の前。これちょっと、うわ、無駄に耐久ありやがるこいつ。眠っている、はい、まあ、ここは滅びでも歌っときますかね。相手ここ星打っていくんじゃないかな。あれだよな、だからここで滅びが決まれば決まらない。アメタン稼がれてますね、滅びで。多分星連打だよな、ダメ返らしたいから。じゃなきゃこれやってる意味ないもんね。相手がもしそれを理解してなかったかもしれないけど、引っ込めてきた。あ、それは別にいいよ、それは別にいい。で滅びの歌が通る。でもう一回雨展開できそうですね、守るで時間稼げば。だからほぼ勝ちかな、もう一回雨展開できるんであれば。またここで守ればいいもんね。こっちは守ったローを切って妹を出せばいいかな。あー、でもそれ微妙に負け筋通るな、負け筋残るな。違う、もうここはさっさとこれ切ってアローでブレバレ締めればいいんだ。変なことする必要はない。そうだね。でも雨展開自体はできるか、ここ。雨展開自体はできる。いや、でもその変なことする必要ないよな、ここ。モール連打しとくか。無駄に決まっていく。無駄に決まっていきますね。これ決まんなくてもよかったかもしれない。やけどが入る。ここ突っ張ってきて相手サザンドラ死ぬから引かなきゃいけないですよね。だからここは滅びを歌って死ねばいいや。熱湯でもいいけど。はい、対戦ありがとうございました。これで2戦やったかな今日多分。まあ雨使って勝ったんでね、雨パー卒業かもしれないということで、お疲れ様でした。失礼します。